マミー母の日おめでとう。みんな自粛中で、まあ、オーストラリアと日本で家族みんな離れ離れになって、国境も閉じていつみんな会えるか、まあ、分からんくて不安な日々が続いとんだけど、そんな中での母の日、国境を越えたこう兄弟みんなでどうやってマミーにこう日頃の感謝の気持ちを伝えようかなって話し合った結果、遠く離れた8人兄弟で何とかしてみんなでメッセージをつなげてマミーに感謝の気持ちを伝えようと思います。私もコロナで毎日家におって効率よく使いたいなと思って、こうウクレレをちょっと、ほんまちょっとだけど練習してるので、一曲私からはマミに曲を捧げたいと思います。聴いてください。 You are my sunshineSunshine, my only sunshine.
ちょっと待って。え、じゃあ、うんこ。うんこ。いくよ。はい、サラ。投げて。You are my sunshine, my only sun. じゃあどうぞして、どうぞして、パパンどうぞ。パパンちょうだいそれ。わかる。ある動画をマミに見せて。あ、マミ母の日おめでとう。今自粛中で、まあ、オーストラリアと日本で家族みんな離れ離れになって、国境も土地でいつみんなあるか分からなくて不安な読めるよ、ね、が続いとんだけど、そんな中での母の日、セミバイトルポリトがおる。どこにおるんかね、東京。どこにおるんかね、これ。わあ、わあ、あ、かわいい、かわいい。おー、すごいの作ったね。うん。NG 集もあるんじゃ。うん、
面白かった。今の気持ちを。いやすごい対策じゃん。あれは面白かった。ずっと残すとこうね、うん、ね、公開しようや、うん、うん、公開しようや。これは対策よ。マミのリアクションも込みで公開しましょう。改めて8人の子供を産んでどう思いましたか。よかった、産んでよかったなと、うん、だって8個ももらったもん、うん、これが1人とか2人だったらね、うん、2つぐらいだったけど、これ8じゃし、うん、こうに日本の中でも東京と横浜と広島とそれから途中でシドニーも入ったね、うん、でそれがその工夫が凝らしてあったじゃん、うん、冷蔵庫だけ日本からシドニーが冷蔵庫だったじゃん、うん、あれが面白かった、うん、じゃんじゃん面白かった。